最近その農業ということに再度その日本中の注目が集まってまして、まあ異業種ですとかからの参入が多いと聞きますが、現状どうなってるんでしょうか。業界全体で大体読めてるのはですね、非常に産業の閉塞感があるじゃないですか。そうするとどっかに活路を見出そうとされてると思うんですよね。そこが唯一農業じゃないんですか。異業種が農業、まあ、難しいとされる農業に参入するときにですね、まあ、注意すべきことですとか。1年に第1作ぐらいしかできないんで、農業、その作物を作る技術の集積を、人作りをしないといけないんですよ。人作り。まあ、農業をやる人ですね。農場をやる人ですよね。その人の人作りをものすごく有能な人材を集めて、何年もかけてその技術者を作り上げていかないと。その技術がなくて、いきなりその昨日まで自動車作ってた人が 野菜も作れない野と。菜作れと、あれ無理ですよ。まずそこから始めないと、それにはちょっと時間かかりますね。だからそれは時間を買ったがいい。時間を買う。っていうことはヘッドハンティングしたがいい。もう専門の方をそう入そうれるとそいうことですね。まず人を用意するというところですね。まあ、それが一番大事でしょうね。土地っていうのは意外とですね、日本っていうのは遊休農地が多くあるからですね、意外と簡単に手に入るんですよね。土地を手に入るんですね。人は手に入らない。その他何か気をつけておくべきポイントはありますでしょうか。そうですね、種苗メーカーに相談に来られることでしょう。その際は中原さんにですそう、ね。うちに相談に来られることでしょうね。ちょっと忙しいけどね。うちはもう全力尽くしますよ。やっぱり相談に来られた方にはもう全力尽くします。もうそれはこれだけもうなんか閉塞感で、リストラの話しか上がってないでしょ今ね。でそれどこで吸収するかですよね。まあ、一つは私は農業あると思うんですけどね。分かりました。今日はまあ、農業の話からその日本を活性化するかもしれないポイントのアドバイスまで、本当にインタビューありがとうございました。